主や5月東山荘は、綿布問屋であった伊藤新一の旧別荘である。伊藤家の山荘であることから、東山荘と名付けられた。桜の名所としても知られる、名古屋市水北の山崎川沿いに、1926年より10年、あまりの歳月をかけ建築される。1936年に、伊藤が亡くなると、遺言により、同年11月23日に、 名古屋市に寄贈され、1939年10月3日に公園として一般開放された。1943年には戦争の激化により公開が停止され、同年10月より市長校舎として管理された。1967年には名古屋市の人口200万人突破記念事業として、再度一般開放される運びとなり修復工事が行われ、 翌1968年4月1日より一般公開されている。このほか敷地内には自然の地形や樹木を生かした海遊式林泉庭園を有しており無料開放されている。また、1991年10月4日には、正門と兵が名古屋市都市警官重要建築物等に指定された。ほか、2011年10月17日には、母屋が 名古屋市認定地域建造物資産に認定され、2013年6月21日には、母屋と正門及び兵、庭門及び兵が、国の登録有形文化財に登録されている。なお、管理、運営は指定管理者の公益財団法人名古屋市文化振興事業団が行っている。ありがとうございます。